バート・ヒンクラー、バート・ヒンクラーとして知られる、ハーバート・ジョン・ルイス・ヒンクラーは、オーストラリアの航空、オーストラリアンド・オン・イーグルと呼ばれた。クイーンズランド州のバンダーバーグに生まれた。若い時から2機のグライダーを組み立て、海岸で飛行した。バンダーバーグで、オーストリアの航空のパイオニアのアーサー・ストーンに会い、メカニックとなった。1913年に、イギリスに渡り、 ソッピースアビエーションで働くようになった。第一次世界大戦中はイギリス海軍航空隊で、はじめは観測手、重手として軍部に就いた。1918年にパイロットとなり、イタリアで戦った。発明家としての才能を持ち、薬莢が重視に当たることを防ぐ航空機の重化を発明した。戦争が終わると、さ、オーストラリア政府が、 オーストラリアまでの最初の飛行に賞金を出した時に挑戦したが嵐に遭いヨーロッパで墜落した。1921年にシドニーからクイーンランドまでの 1370km の無着陸飛行にアブロベイビーで成功したのに始まり、1920年代に多くの記録飛行を行った。シュナイダートルフィーレースのイギリスチームのパイロットも務めた。 1928年にイギリスからオーストラリアまでの単独飛行を行った。2月7日にイギリスを出発し、2月22日にダーウィンに到着し、故郷のバンダバーグには2月27日に到着した。この飛行はこれまでのイギリス、オーストラリア間の飛行が28日かかっていたものを15日半に縮めた。この飛行はインドに達するまではそれほど、 大衆の興味を引かなかったが、その後関心が高まり、ハスリング・ヒンクラーのあだ名が付けられ報道された。飛行の成功後、オーストラリア首相と会見し、議会でスピーチした。イギリスに戻ると、エアークロスを授けられた。1931年には、デハビランド・プスモスでカナダを出発し、ニューヨークまで飛び、ニューヨークから無着陸でジャマイカまでの 2400km を飛び、ジャマイカ、 ベネズエラ、ガイアナ、ブラジルを経て、悪天候の中、アフリカまでの南大西洋単独、無着陸横断飛行を行い、アフリカからロンドンに戻った。大西洋の単独横断飛行としては、リンドバーグに次ぐ飛行であった。この飛行で、シーグレーブトロフィーを受賞し、ジョンストン記念賞、ブリタニアトロフィーを受賞した。1933年1月7日、 当時のオーストリアまでの飛行時間記録8日間と10時間を更新するためにプスモスでイギリスを出発しイタリアのトスカーナの産地に衝突して死亡した。ムッソリーニによって英雄として葬儀が行われ、アレチのエアロクラブによって記念碑がパッソデラベイクッシュに作られた。ありがとうございます。